はい、大好きな曲を最後に用意してきました。リュークヘアです。はい。周りだったらちょっと、まあ、ちょっと違うんだろうね。でも、あの歌自体はバンドで売ってるやつやから、あの、ギリシャの曲を書いたり、原曲聞いたら、あの、また違うやつや。ドラムとの曲さ、全部あったり。うわ、ユーミン聴きたいなと思って、ユーミン聴きたいなと思って、出てて。